じゃあ俺が作ってきたのは、うん、こんな説明が下手な俺最近結構結婚式に行くことが多くて、うん、結構感動したんですよ、うん、感動し,、えー、して、はい、で今回は説明が下手な親子が、うんうん、あのすごいほのぼのしたストーリーストーリー そういう結婚ソングを作ってきました今回ええ私がだいぶ感動すると思いますよ多分これ説明が下手な親子の歌感動ストーリー感動巨編ですなんでフルにしたんこれ違う違うこれこれはやっぱりすごいわそうでしょ これはすごい深いよ深いよこれはお父さんが何言ってもわからんかったやろあれをね娘はねあなたのあなたがあなたの娘ですよって結婚式でね伝えたいのよででもねあんな喋り方じゃないからねはっきり喋れるからでもあれしてこれしてっていう言葉でね フォローだったの娘のあれですフォローじゃないねのあなたの娘あな嫁いできますけどあなたの娘ですよって言ってんのよこれはそういう曲皆さんすごい俺もう120%そう考えて作りましたそれやろすごいわこれすがやそうつくなじゃあ次いきましょうかねの企画ね違う 違うっけっ味が入ってることがマジ普通にジーンと来たんあっずんでますマジで本当にえ、違うのそれじゃいのあのまあ長いと笑えるなと思ってちょっといや本当に長かったよねあの活用者がもうなんか山田のオロチとかしからやっぱりしかあれ結構ね好きなんですだって冒頭一分を五回繰り返してだめ 5分これはぜひ、周さんのじゃ結婚式結婚式でね。<ー>はい多分俺たち呼ばれないけど。<laughs> うん、いや、もう呼ばれるんじゃない呼ばれるかな。